3本目テイク3になります。今回は大丈夫だと思います。あのね、いつもデジカメで撮影してるんですけども、このデジカメって連続撮影ずっとするとだんだん温まってきてね、で撮影中断するようなリミッターが働くんですよ。なんでこれカメラ入れ替えました。私同じカメラをね4台持ってるんですよ。ですんで、あ、もう今日これはダメだなと思って温まっちゃったなと思ったら、実際温かいんですけども、これはもう録画が今日はねしばらく 2,3 時間できないなと思って、ちょっと横に置いて新しいカメラを設置しております。ということで朝5時です。今日の陰気おやつのコーナーは3回目ですけどもね、トロウマ牛角煮カレーでございます。ちょっと冷えちゃったかもしれません。あの普通のレトルトのカレーなんですけども、私の目を引いたのがこのね太さですよね。で実際にこの太いあのカレーのレトルトのパックって中ががっつり入ってそうですよ。で牛の角煮がこれだけ入ってたらやっぱりねこのぐらいの厚みになるわけですよ。で実際どうなのかというふうに見てみますと、実際にほらこれでかいのが入ってるわけですよ。これね、うん、なかなか骨のあるカレーだと思いますよ。でそこに私としてはこの卵をね絶対に落とすんですよ、カレーには。はい、このカレーも LL 玉といって結構でかいやつで、農場に直接買いに行くわけですよね。はい、ということで楽しみの隠居カレーですけども、どんな味になるでしょうか。まずはあの卵のかかってないところをご飯とちょっと絡めてねいただこうかと思います。昨日もお昼カレーだったんですよ。カレーって何回続いてもいいですね。本当にねこれコク深くてちょっとスパイシー、ここに書いてますけども、角切りの牛肉